はい、もこ8億2号です。ですね、今日は午後過ぎてしまったんですけども、これから病院ですね。午後の病院っていうのはちょっと初めてなんですけどもね。今朝ですね、ちょっと、朝早くは起きたんですけども、どうも眠気が取れなくて二度寝してしまいましたら、昼過ぎまでちょっと寝ちゃったんですよね。で、11時くらいに起きようと思ったんですけども、起きれなかったんで、今からですね、ちょっと病院に行くっていう感じですね。昨日ですね、ちょっと郡山の方に出張だったんですけども、その前の日がですね、ちょっと遅番で帰りが10時ちょっと過ぎてしまったんですかね。それで、それからちょっと準備をして寝たんでですね、あんまり睡眠時間取れなかったんですよね。それで寝不足というのもあったんですけどもね。郡山はですね、今回、今年ちょっと多かったんですけど、4回目でしたね。いつもは、ですね、朝6時9分の、イオンからですね、始発のバス乗って、仙台駅から、新幹線乗ってっていう感じだったんですけども、一応今日でですね、あとしばらく会議もないということだったので、ちょっと安心してはいるんですけどもね。ちょっと始発で帰りもですね、9時ちょっと過ぎたりするんで、昨日は少し早く帰れたんですけども、自宅着いたのは9時ちょっと前でしたからね。で、昨日はですね、駅に行ったらまず立ち食いそばを食うんですけども、2階の方ですね、改札出る前のそば屋さんで食べてですね、帰りはですね、ちょっと暑かったもんで汗結構かいてしまったんでですね、駅から徒歩5分くらいのところに、日替わりのですね、人工温泉があるということで、ちょっとそちらでちょっと汗を流してきまして、でちょっと腹がやっぱ減りますので、駅前にですね、ちょっと松屋さんがあったんで、松屋さんでですね、ちょっと牛丼ですね、こちらは大盛りにしたんですけども、なんか味噌汁がついて390円で結構安かったので、立ち食いそば食うんだったらこちらの方がですね、腹持ちが良さそうな気もするんですけどもね。実際家帰っても、お腹空くことはなかったんで、多分もうないとは思いますけども、次回ですね、行くときは、ちょっとローテーションに入れようかなと思ってますね。今回やっぱり汗を流してきたんでですね、風邪をひくようなことはなかったんですよね。前回やっぱりですね、暑くて汗かいて、その後エアコン効いてる、バスとですね、新幹線乗っちゃったもんで、風邪ひいてしまったんですよね。今日もちょっと多いですね。帰りの新幹線もですね、福島越えて越えてですね、ちょっとうとうとしてしまいまして、栗駒高原過ぎたのは分かったんですけども、なんかずっとちょっと寝てしまいまして、仙台着くちょっと前あたりまで寝てしまったんですね。15分か20分ぐらいはちょっと寝てしまったので、これで帰りのですね、高速バスもですね、寝ようか
かどうかちょっと悩んでたんですけども、高速ですね、仙台東に乗っちゃったらちょっとまた寝てしまいまして、リフ中野あたりまでですねちょっと寝てしまいまして、目が覚めて、あと気がついたらもうですね奥松島が過ぎてたっていう感じでしたね。バスは結構やっぱバスの運転手の方もですねやっぱ運転の方法が違うんで、今回の方は結構ですね寝れたんですよね。人によってこのアクセルの開け方が雑な運転手の方がいるので、そういう時はやっぱ寝れないんですよね。今回の方は結構良かったですね。今日休んで、あと金土日といってまた休みなんですけどね、今週ちょっと月曜日が祝日だったもんで、ちょっと行けなかったんですよね。あ、今仙石東北ラインが行きましたね。昼間は2両編成なんですね。S660 じゃないですかね。この次の車でしたけどね。洗車しようと思ったんですけど、天気がですねちょっと怪しくなってきましたね。ちょっと今日も見送りですね。午後はどうなんでしょうかね。空いてるとは思うんですけども、相変わらず混んでる感じですけどね。それではこちらでカットします。失礼します。この辺になんか診察カードが落ちてたんで、受付の方に届けたんですけどもね。あとは今日またちょっとスタミナ太郎さんの方に行ってみましょうかね。ここの道路もちょっと行ったことがないんですね。こっちですね。いるんでしょうかね。ちょっと T 字路だったら諦めますので、信号なかったでしょうかね。こちらは、これ信号ないですね。かなり危険ですね。こちらは
さん抜けるんですね。こっちから入った方がいいですね。ここは右折できないところなんですよね。そうですね。黄色い車の後にちょっと行けそうですけど、ちょっとここはダメですね。こちらから入る分には構わないですけど、2時半ですから4時くらいまでは食べられますね。病院はですね、ご脅威だと思って油断してたんですけども、ちょっと通常よりも混んでた感じがしましたね。慢性的にちょっとですね、先生の数が足りない感じもするんですけどね。なんか一人でやってるんで、他の方は結構いるんですけどもね。結構混んでますね。それではこちらカットします。失礼します。木は職人号です。そうですね、食べ終わってきたので、買っちゃいますね。また、新蛇田地区の方をぐるっと回ってこようかと思うんですけどね。
ライトブレーキ引きっぱなしでしたね。警告が鳴るんですね。ここから入ったんですけどね。通れませんね。まだ通行止めですね。
か1週間ですか、あんまり変わらないようですね。行きましたね。あ、早いですね。もう外壁できましたね。あ、やはり浜寿司さんですね。しましたね。
あと市内ぐるっと回ってですね、石巻女川インターから石巻金井インターに乗ってあと戻ろうかと思いますね。5時ですからちょっと渋滞の時間かもしれませんね。渋滞ですね。
来たんでですね、鴨坊さんの方ちょっと下見していきたいところですね。信号機なくなりましたね。あ、ちょっと行き過ぎちゃいましたね。
行けるんですけどね。道は確かここだったはずですね。わ、早くも危険ですね。ちょっと今日は戻りましょう。道はこちらなので、まあ、機会があったら行こうと思いますけどね。力も抜けられるはずだったんですけどね。駐車場に停めてから歩く感じになると思うんですけどね。もうちょっと涼しくなったら行こうと思いますけど。市内でロータリーやるのここくらいでしょうね。初めて見ましたね、このロータリー。
ちにもですね、戸焼森山もあるんですよね。ちょっとですね、どっちに登るか今悩んでたところなんですけど、景色から見るとやっぱりですね、戸焼森山の方が景色良かったんですけどね。一応どちらもですね、車では行けるんですけども、道幅がちょっと異常に狭かったり、坂が急なので、ちょっと四駆とかだったらいいんですけどね。大したことないなと思ったんですけど、結構高いですね。ですね、あれこの辺だったと思いますけどね。あ、ちょっと行き過ぎちゃいましたね。
入ってきたんですけどね、もっと手前だったでしょうかね。もっと手前でしたね。ちょっと U ターンをしますけど、ここで U ターンできそうですね。でしたけどもね、あれなんか全然ここの辺かぶっちゃいましたね。前来た時この建物なかったんですよね。ありましたね、こちらで。あ、だいぶ変わっちゃいましたね、こちらも。
ションからは結構歩きますね。徒歩5分くらいといったところですね。3連発が取れましたね。
石巻港インターまで行きますね。
トカーですね。どうしたんでしょうか。それではこちらで一旦カットします。失礼します。はい、それでは再開ですね。なんかぶつかっったんでしょうかね。接触事故かなんかで、まあ、事故処理っぽかったですね。それではセブンイレブンさんで終了ですね。失礼します。お疲れ様でした。